展望レストランだ。眺めがいいからな、人の入りも悪くない。お、華やかな女性のグループがやってくるぜ。ここって本当に美味しいから、また来ましょうね。はい、所長、本日はごちそうになりました。よっ。あれ？この子は確か。みんなごめんなさい、急用を思い出したの。呆然としてる女たちを残して走り去ってしまった。探偵さん、こんにちは。七海はるか君だったな。この間は相談に乗ってくださってありがとうございました。何の？兄の頭痛がひどくて今お薬を買いに行っていまして。あ、そんなにひどくはないんです、いつものことだから。でも当分公園での観測は中止ですね。私結構あの公園で太陽に当たるの好きだったから。兄さんが病気じゃしょうがないな。そうなんですけど。最近兄が別のものに見えてきて。別のものとは？違う人みたいな。何を言ってるんでしょうね、私。そんなことがあるわけないのに。一つ聞きたいんだが、七海助教授はいつもあの番号に電話を？あ、この間のですか？はい、まめに連絡しているみたいで。うん。あの、何かあったんですか？いや、まだ確信も何もないんでね。ただ、妙なことになりつつある。そんな顔をしなさんな。大丈夫だ、別に取って食われるわけじゃない。はい、探偵さん優しいんですね。女の子には特にね。いや、もうそんな歳でからかわないでください。あ、少し傷ついたかもしれない。俺はまだ親父と呼ばれるには早すぎるぞ。でもありがとうございます、心配してくださってるんですね。下心があるんだろ。ですよね。私ここに住んでるんです。失礼します。七海遥はこのマンションに住んでたのか。
この時間帯になると人の通りも混雑してくるぜ。お、華やかな女性グループがアフターファイブをエンジョイしようってところか。いつもお仕事は忙しいですからね。今日くらいはアフターファイブを楽しみましょう。はーい、所長、本日はごちそうになります。任されちゃおっかな。駆け足で立ち去ってしまったぞ。一体あの女は。ラギオちゃん、いらっしゃい。え、情報が欲しい？いいわよ、私のビッゲストなバストサイズだって教えちゃうから。公安第4課？また変なことに首突っ込んでるんじゃないでしょうね。もうラギオちゃんって目離すとすぐにトラブルに巻き込まれるんだから。分かったわ、公安第4課ね。少なくとも明日以降にはなるわ。情報が入ったら伝えるから待ってて。逆に何も言ってこないのは朗報がないと思って。じゃあどうする、お酒飲む？最近あなたこの辺りによく来ない？観光客さ、こんな美人がいるなら毎日来たいもんだ。お供を何人か引き連れてる。一体何者だ？誰だ？私です。ドア開いてる。ミサラギさんか。ここ数日忙しくて会えなかった、すまない。いえ、大丈夫です。
どうでしたか？結果は言わなくてもわかります。その表情を見たらいつもこういう顔だ。では結果はどうなりましたか？ミサラギ周一なる人物はいない。やっぱり君の言葉は信じたいが証拠がない。探偵さんらしいお言葉ですね。だが現実だ。現状では何の事件も起きていない。君の旦那は存在しなかったと誰もが言うだろう。やっぱり凄腕の探偵さんでもそういう結論になるんですね。俺は凄腕じゃない。多少みんなより運が悪いだけさ。運がいいじゃなくて悪い方だ。しかもかなり。阿行さん。ん？私は嘘をついていない。それは信じてほしいの。あ、私は本当に周一さんを感じていた。本当に彼を知っていたの。少なくとも私は本気で信じているということ。そうらしいな。つまりここで一つ私にとって辛い結論が導かれるの。それ以上は言わなくてもいい。言わせて。意もしない夫の幻影をありもしない新婚旅行というイベントで作り上げ、それを探すという過程、それ自体が私の目的になっていたら、つまりね、私が本気で信じているということは本気で狂っているかもしれないということ。気がつくとそんなことばかり考えているんです。ミサラギ周一という男の人はもしかしたら本当に存在しないのかもしれない。君が生み出した幻影というわけか。証拠もない。誰に聞いても知らない。周一さんの親戚もいない。彼のこと私何も知らないの。私の頭の中だけの夫だったのかもしれないわ。かもしれないが、そうじゃないかもしれない。気休めはよしてください。君の言うことは一理ある。だがそれはミサラギ周一という戸籍上の人物がいないというだけかもしれない。どういうことです？おそらくミサラギ周一という人間はいないのだろう。その可能性は極めて高い。だがそれはミサラギ周一と名乗った男がいないということと同義じゃない。つまり。そう、少し調べてみて不思議に思った。実によく姿が見えない。本当にミサラギ周一などという人物は存在しないように感じた。そこで俺は考えた。ミサラギ周一は存在しない。だがミサラギ周一を名乗った男は存在するのではないかと。偽名だったと。私を騙して結婚したということですか？可能性の一つさ。その他の理由かもしれない。例えば私が正常ではないということね。それも可能性の一つだ。だがこの場合他にもまだ可能性がある。どのような可能性ですか？わからないかい？その男は繁華街で買い物をし、日に100人を超える客が訪れるクラブで食事をし、ホテルのチェックインは君に任せ、
吸うタバコはごくありふれた銘柄のもの。写真も撮らず、常に人目につかず行動し、スポットライトを浴びることを拒んでいる人物。男は狡猾で、自分の姿を決して人に見せない。見せてもいると感じさせない。そんな人物が浮かび上がってくる。阿行さん、秀一さんは一体誰なんです？男はネクサスという会社名を出した。嘘をつくなら偽名の会社でもいい。むしろ裏を取られないだけ確実性がある。だがそいつはなぜかネクサスという会社に勤めていると言った。一体なぜだ？この町で一番大きな会社だからですか？おそらく本当だからだと思う。え？名前は違うかもしれないが、男はネクサスという会社に勤めている。あるいは勤めていたに違いない。間違いないだろう。そんなことって？あそこは噂の絶えない企業でね、アウトフィットとつながりがあるとも言われている。アウトフィット？正体はまだわからない。だが巷の犯罪組織を制圧しつつある。とてつもなく巨大で危険な奴らだ。ネクサスはアイドラーのブラックリストの筆頭だ。尻尾をつかませないからなかなか検挙できずにいるかな。秀一さんが悪の組織に関わりがあるということ？そこが問題だ。なぜ男は本当のことを言ったのか。ここまで見事に姿を消していたにもかかわらず、なぜ言う必要がある？本当じゃないのかも。私を混乱させるためというのは？であれば適当な会社名をでっち上げれば済むことだ。実在の会社名をあえて出す必要はない。男が我々に提示した唯一のヒントじゃないかと俺は考えている。ヒント？ああ、決して姿を見せない幻影のような男が唯一残した手がかりだ。なぜかはわからん。だが手がかりは残した。ネクサスという名前を聞いた時に俺は自信を持った。この男は姿を隠さなくてはならない理由がある。だが見つけてもらいたがっている。よくわからないわ。実は俺もさ。見つけられますか？多分。警察もどの探偵事務所もみんなサジを投げていたのに、阿行さんだけでした。多分と言ってくださったの。多分は可能性であって確実じゃない。喜ぶのはまだ早い。